皆さんこんにちは、プラマイドルコスカチーノです。今日も始まりました現地 TV。 今日はドムコンペ紹介していきます。まあ、おなじみドムコンペはですね、ドムを自由に作っていただいて、塗ったりとかすぐみでも墨入れでも何でもいいんだけど出していただくフォトコンペとなっております。ハッシュタグ気持ち TV、 ハッシュタグドムコンペでツイッターに投稿していただいた画像を順番に紹介しております。皆さんがたくさん応募してくださるので、ちょっと時間がかかって申し訳ないんですけど、今日も素敵なドムを紹介していきたいと思います。一つ目こちら、セッキーさん。ドムヘッドよりプロトタイプドムと、ゾイドワイルドよりスコーピアのミキシング、まず名付けてドムカリー、メルカリ、ドムカリ。ドムヘッドを眺めながら何か面白いものをコンペに向けて考えていたら、ヤドカリを思いつきました。なかなかヤドカリっぽくなったのではと。何このミキシング、なかなか、あのリトルマーメイドのセバスチャン的な方に見えるんだけど、あ、でもそれもそうか、そういう感じか。うん、ヤドカリっぽくということで、こうね、殻とかこの貝殻の部分をドムの頭で作っていただいて、あと手元だったりとかっていうところをですね、パイプの間に挟んで、ハサミっぽいところとか作ってくださっています。まだね、組み合わせただけってことなんですけど、これをね、また色を貝殻っぽく塗ったりとか、その赤色の部分をちょっと武骨な感じというかね、こうね、黒っぽくねしてみたりとかっていうのをしていくだけでも、また雰囲気が良くなるんじゃないかなと思います。ドムカリね、ドムカリありがとうございます。ひろあきさん、ドムコンペに出したくて、ガンダムマーカーエアブラシシステム使ってみたくて作りました。ドム愛が足りず、メタリックの全塗装のみですが、楽しかったからよし。モケンチ TV を参考に撮影ブースも用意してみました。 SNS でモケンチ使っていいですか？いいです、使ってください、ありがとうございます。いや、ドム愛が足りないってこともなく、すっごい綺麗にメタリック塗ってくださっています。これあれかな、下地の色が違うから、このショルダーの部分と手の部分同じ色で塗ったのに違う感じになったんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。でも違う色だったらね、こう狙ってね、この色になってるのすごい素敵だなと思います。こう青紫のね、素敵なメタリックがね、まあかっこいいですよね。ゴールドの部分も塗ってくださって、赤の部分も塗ったりということでですね、いろんなメタリックを試しながら、ガナマカエバラシステム楽しんでくださったんじゃないかなと思います。これね、初めて塗ったってことなんですけど、めっじゃあいい感じに綺麗に塗れてると思います。こんだけ綺麗に塗れたらいいよね、本当にね、うんうん、ありがとうございます。バジーナさん、ドムトローペンティタンズカラー、ギレンの野望のオープニングムービーにサイサリスと共に出てくるのがかっこよくて作成しました。まあすぐやられるんだけどねと。カラーリングは好きなティタンズです。ティタンズカラー塗ってくださってます。ティタンズカラーっていいよね。こう重いブルーとかね、赤とかの入り方がね、うん、絶妙で、黒でまた締まったりとかね、いい感じ。しかも全体的に綺麗に塗った後、こうね、シルバーの汚しでさらにね、際立たせてくださっています。結構この角にね、シルバーで入れてるのがね、汗っていいですよね。金属感が超出ております。全体にティタンズというですね、こうデカールがいろんなとこに貼られております。こうね、ロッドのね、こうね、グラデーションがかかってるのもいいですよね。キュイーンとなってる感じで外側が明るくなっております。いや、やっぱティタンズカラーっていうのはやっぱおしゃれなカラーですよね。いい感じに塗れてると思います。ありがとうございます。ついついくん、こんにちは。いつも生放送楽しみにしてます。ありがとうございます。すぐみで目立つ合わせ目だけ簡単に消して塗装しています。個人的に濃い色の方がずっしり感があって好きです。墨入れは省略で、大きな凸部分にグレーで少々仕上げております。ということで、大きいところだけ墨入れをしつつですね、合わせ目を消して塗装してくださっております。いやいやいや、合わせ目がね、結構 HG 目立つんですよ。そう、目立つんですけども、それをね、綺麗にするっていうのだけかなり大変な加工なんじゃないかなと思います。そう、特にね、足がね、目立つんだけど、綺麗になってますよね。で、塗装もね、紫がね、ちょっとパキッとした感じの紫を使ってくださっています。ベザリングをして落ち着かせるっていう感じの色合いなのかなと思うんですが、それがまたね、抜けるような青さがあって、綺麗ですよね。墨入れ省略してても全然ね、こうね、影の感じだったりとか使い込んでる感じ出ているので、バランス良くなってるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。スノーさん、木の工作専用ドムです。おー、ありがとうございます。メタリックな黄色にしたくて、シルバー地にクリアイエロー吹いたんですが、なぜかゴールドに。
キノコ大阪09、略して K209 のマークもデカールで表現しています。最後に今回頑張ってくれた塗料や工具だった場所に、今回もいろいろと勉強になりました。いや、かわいい。待って、後ろの背景からまず突っ込んで、めっちゃかわいい。ドムコンペのさ、ドムの横にあるあのマーク何よ、めっちゃかわいくない？シルバーからのクリアイエローということで、クリアイエローがね、まあ、ゴールドっていうともうちょっと赤みがあったりとかするので、全然イエローのメタリックになってるかなと思います。まあ、どちらかというと青みがある方のゴールドはこういう色だったりするけど、やっぱね、クリアイエローだからこその透明感がある感じはなかなか出ないんじゃないかなと思います。素敵っていうか、めっちゃギラギラしてますね、すごいわ。で、これに合わせていろんな色使ったんだよっていうのも最後に載せてくださってるんですけど、いろんな工具一緒に作ったよっていうのがすごい素敵な最後写真になってますよね。作った思い出とこういうカラーを使ったよっていう記念はね、少しあるといいかなと思います。なんかこのね、もう使った工具と一緒に撮るってところが、私専用ドムっていう感じがすごい出てますよね。ありがとうございます。 K209 ね、いいナンバーかなと思いました。ありがとうございます。千崎さん、もうね、これしかないっしょ。ドムキャットということで、なるほどね、ドムキャットじゃなくって卵飛行機のあれだよね、ドムキャットから上にドム乗せてくれたりとか、パーツカラーリングをドムにしたりとかっていうのをしてくださってます。え、これ胸のところかなりいじってるんじゃないですか。こんなね、あのパーツないので、全部プラパン工作してるのかなっていう感じなんですけど、素敵。ネーミングセンスもしっかりなんですが、ただね、加工がすごく大変な作業をたくさん積み重ねた上で出来上がってるものだと思うので、このラインの入れ方、色のね、分け方、いろんなところにドムへの愛が詰まってますよね。前から見たら確かに丸いだけのドムっぽく見えるんだけどね。なるほど、ホバー走行じゃなくて、とうとうドムが空を飛びますか。素敵です、素敵です、ありがとうございます。シルバージェットさん、約20年前に作った MG のドムです。発売されてすぐに買いました。もう15年ぐらいガンプラ作ってなかったんですが、最近モケンチ TV を発見して当時の写真を探して投稿しました。ゾクの写真はモケンチ TV を見てたら、またガンプラ作りたくなって作ったゾクです。あ、お帰りなさいませ、ありがとうございます。ってことは20年前のドム、色褪せずに残ってるもんですね。このドムはね、もう弾痕がすごいね、弾痕がめっちゃ傷があります。もう戦ってるんだろうね、本当にね。で、グラデーションがちょっとかかってるのかな。そう、紫のところがちょっと青みがかかってる感じなんですけど、青いところがですね、グラデーションがかかって紫から青のちょっとね、影を落とすような感じに塗られていたりとかですね、こう鉄の部分とか傷の部分もそうなんですけど、こうね、重々しさが半端ない。で、足の方に目を移してもですね、やっぱりグラデーションがすごい綺麗に入ってますよね。全体的にこう重かったりとか、戦いに使い込んだ感じだったりとかっていうので、かなり強そうなドムになってんじゃないかなと思います。これが20年前。今より塗料とかね、小グルメも少ないから、いろんな工夫をしながらね、作ってくださったんじゃないかなと思いました。そして最近になってですね、またザクを作ってくださったということで、黒からのね、立ち上げでまた塗装をしてくださっております。その重さがまたいいよね。で、黒いパーツは黒からだと起きないので、ハイライトを入れてくださったりとかっていうので、こうね、グラデーションをかけるのがとても上手な方なのかなと思いました。バックパックがめっちゃいい感じですよね。またね、これを機にどんどん作って楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。副店長さん、ドムトルーパーいかがですか。サイサリスとミキシングをしました。機体名アトミックドムトルーパー、ジェットストリームアタックの光エフェクトをプラパンでまがまがしく作りました。とさと、うーわ、すごいプロポーションですね。身長高っ、すごっ、腰、足長っ、すごっでもなんか全然違うね、ミキシングがやってきたので、びっくりしますね。なるほどね、サイサリスのパーツを使ってるから、この長い感じとかね、バズーカだったりとかするんですけど、でもね、色がね、もうね、ドムになってるだけで全然ドムですね。胸元とか頭とかですね、特徴的なところをドムのパーツを混ぜながら、でも大体サイサリスっていうね、このボンキッポンな感じたまらんですよね。なんか凶悪そうなドムになっています。ジェットストリームタックの光エフェクトプラ版、まがまぐしい。これはすごいね、透明感もすごいんだけどさ、こうなんか曲がりくねった感じとか、ふわってしてる、すごい。
これがね、エフェクトパーツで作られてるっていうのがすごいね。写真の加工かと思うぐらい、めっちゃ綺麗なパーツになってます。どの角度から見てもですね、パーツ越しに見た顔とかもね、もうもっと凶悪。またね、エフェクトパーツはピンクにしてるところがずるくって、ピンク越しに見る赤だったりとか、紫の色合いが同じ系統の色合いで塗ってるのって、またね、そこで変化が起きて綺麗ですよね。プロポーションだけじゃなくて写真撮られることだったりとか、いろんなね、方面から考えて作られた一キットなんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。イベマニーさん、便乗です。コアがドムなので許してくんの。ジュピターゴースト。確かにコアはドムだけど、もうでかいわ。すごいわ、でかいわ。なんだこれ。はい、元々機体のね、イラストと一緒に送ってくださってるんですけど、このね、再現度の高さですよ。後ろのね、タンクもね、すごいでかいわ。前についてるわ、伸びてるわ、重装備だわ。足はどうなってんだこれみたいになってて、まあ、ドムから起こしてこうね作って改造してくださったんじゃないかなと思うんですけど、同じようなパーツを探すのもすごい大変だったと思いますし、それだけじゃなくってこう改造してこうね重々しい感じに色を塗ったりとかで落ち着かせるような配色に持っていったりとかっていうのもすごい工夫されたんじゃないかなと思います。もう写真1枚で圧倒的な物量、めっちゃかっこいいです。ありがとうございます。ママカップルさん、ポックさんを作ったので店員さんも作りたいなと、ウェイター、ウェイトレス、メイドム、なるほどね、メイドのドムね。ちょうどコンペも始まるところだったのでメイドムさんを作りました。完成予想図は体育会系男子が学祭で女装させられた感が漂っていたのですが、意外に可愛くできました。まあ、ごついからね、ドムがね。なるほど、体育会系のマシブな男の子が衣装を着ている感じなのかなと思ったら、すごいな、スカート二重になってるのがまた可愛いですよね。可愛い。パテで持ったフリルがとてもたまらない、そんなドムになってます。で、おばあひっくり返して後ろ姿はね、もうなんかテレ屋さんで可愛いですね、これね。後ろの大きなリボンもパテで作ってくださってるのかなと。いや、素敵。コックさんと一緒に並ぶとですね、このガタイの良さが際立っている、そんなメイドムかなと思いました。いや、確かに可愛いです。ありがとうございます。大輔さん、参加は増税後でも OK ですか？ OK でございます。いろいろあってジャンクになった各種ドムのミキシングです。シマット社のシールドを持っています。いろいろあってジャンクになっても最後こうやって一気になるっていうのは素敵ですよね。いろいろなドムの寄せ集めということなんですが、寄せ集めた後にね、やっぱり統一して色を塗ったりとか汚したりっていうのをしてくださっているので、全然違和感がなく一気になってますよね。なんか好きなドムのパーツを寄せ集めた感じになってるので、肩はねこっちが好きとかね、そう、腰のパーツはこれがいいとか、足はこれがいいとか、胸はもう王道がいいとかね、いろんな気持ちで作られたんじゃないかなと思います。ギャのシールドがついててもバランスも取れてますよね。足元の筋だったりとか、いろんなところデカールの入れ具合とかもね、結構おしゃれなポイントなんじゃないかなと思いました。やっぱり塗装前の写真と比べると塗るだけでかなりイメージ変わってますよね。素敵なミキシングでした。ありがとうございます。西さん、ドムようやく完成できました。実はエアブラシで全塗装で完成させるのはこれが初めて。今までちゃんと最後まで完成させたことがほとんどなかったのですが、10月6日のドムの日までになんとか完成させようと頑張りました。キャンディー塗装でガトードムカラーです。はい、ガトーカラーのドムやってました。ありがとうございます。これね、緑とですね青、そう、ガトーさん特徴的な色合いなんですけれども、それをねツヤツヤのメタリックで塗ってくださっております。全部塗装するので確かにいろんな色を混ぜていったりとかね、こう塗り分けが大変だったりとかってね、挫折しそうになるんですが、やっぱり出来上がるとかっこいいですよね。このツヤツヤに塗ってくださってるところもすごい素敵ですし、この青と緑がねパッと鮮やかな感じになってるのもガトーらしくて綺麗なんじゃないかなと。で、武器は武器でまた違う色使ったりとかっていうところで、もう塗り分けがすごい楽しかったんじゃないかなと思いました。全塗装多分時間もかかるんですが、また時間があったら挑戦してみてほしいなと思います。ありがとうございます。4410プラモさん、高坂さんのドムコンペに参加したくてドムヘッドを制作、あまり見ないオリジナル色を目指しました。木野さんの動画に載っけてくれると嬉しいです。あとアドバイスとあったらお願いします。これからも応援します。ありがとうございます。ドムコンペのためにドムヘッドということで、一
1枚写真を送ってくださっております。多分ね、いろんなところ筋彫りをしながらですね、どうも作ってくださったんじゃないかなと。大工がすごいからな、いろんなとこ塗り分けもすごいですよね。そう、内部フレームのところゴールを入れてみたりとか、シルバーもこうね、ガンメタチックなの入れたりとかって言って塗り分けされたりとか、で、オリジナルカラーで緑と青のボディカラーになっていたりとかっていうのでですね、いろんな色を混ぜて塗ってくださってるのいいかなと。アドバイスはなぁ、そうだなぁ。せっかく多分色をね、綺麗に塗られてるので明るい写真も見たかったな、とは思います。ただね、写真の撮り方でまたこの雰囲気も出てるのかなと思うので、この重々しい感じだったりとかかっこよさは十分伝わってきました。またこれからもいろいろ塗ってみてください。ありがとうございます。リンゴアメさん、投稿のために秋葉原でプレミア価格になっていたドムのガンプラを見つけて作りました。一生懸命作ったの紹介されたらいいな。紹介しまーす。初めてちゃんと作ったガンプラだそうです。カラーリングはリアルタイプドムを参考に好みの色にしております。工作は合わせ目消し、接着剤と溶きっぱって。で、塗装はガンダムマーカーエブラシステム。で、水転車デカール。工夫したところは、モノワイに磁石を仕込んで動かせるようにしました。バズーカの銃口と、ハブのリングを開口できるようにしております。と、SD のね、ドムがね、もう今なかなか確かに見つからない。今日、青バンダイってことは再生産されてるんですね。ありがたいです。でもね、これがね、欲しくてもね、なかなかね。これすっごい可愛いキットなんですよね。そう、そうなんです。小さなキットのね、合わせ目消し全部してくださったりとかですね、ガンダムマーカーのエアバラシステムで、こう、ブラックだったりとか、藍色だったりとかっていうね、ちょっとね、数が少ないんですよね、紫とかがないので。なので、大変だったと思うんですけど、カラーリング選びながら塗ってくださったりとか、で、デカールもですね、いろんなところ貼ってくださってます。またデカールがいいよね、足元だったりとか、赤色差し込んでみたりとかっていうので、バランスを取りながら貼ってくださっております。この小さなキットの中に角を残してみたりとかですね、かっこいい色を選んでみたりとかっていうことでですね、愛を詰め込んでくださってるかなと思いました。ありがとうございます。ケンコレさん、R35 ドム、バックトゥーザムーン、初投稿すぐみ、ごまかしのモノトーン風、頑張れプラモデル、ありがとうございます。おー、バックの月が、かっこいい。月とかだと、月の明かりを受けてほぼほぼ色が残んないんじゃないかと、宇宙だとね、色が認識できないんじゃないかっていう、なんか話もあったりするので、その雰囲気が出ている、このラルサンドムなんじゃないかなと思います。すぐみでもね、写真の撮り方でこんなにかっこよくなっちゃうわけですよ。モノトーン風なんですが、月のね、バッグに合わせてデスクトップとかに貼りたいような、そんなおしゃれな写真になってんじゃないかなと思いまーす。いいね、こういう写真での遊び方の投稿も素敵ですよね。ありがとうございまーす。はい、ということで、今回も15投稿紹介しました。いかがでしたか？みんなね、初めて塗ったよとか全部塗ったよっていう割には、めちゃくちゃうまい。なんだこれ。で、久々に触ってみたよっていう方だったりとか、なんか工夫してね、ミキシングしてみたりとかっていうので、ね、いろんな形やいろんな色、楽しみ方があるなと思いました。いやー、でもミキシングこだわってる方の作品はやっぱすごいですね。本当にね、愛しかない。本当にすごい。そんな作品をね、見ながら皆さんもまた作りたくなると思うので、ぜひぜひ、ドムを見つけたら買って作ってみてほしいなと思います。ただ募集は締め切っちゃってるんですけど、ハッシュタグドムコンプで素敵な作品まだまだ見れるので、ぜひ作った方のね、制作過程とかもしかしたらその方のツイッターとかに載ってるかもしれないので、探しに行ってみてほしいなと思います。ドムがかっこよかったなと思う方はぜひ、グッドボタン、あとはチャンネル登録、ぜひコメントもお願いします。以上、もけんち TV でした。またね、バーイ。